気の毒と私は思ったので、この人たちの役に立つかなと思って、エクセルイングリッシュクラブっていうのをね、そのエクセル C というプログラムの中で作って、やった方は難しいですよっていうことで始めて、8名ぐらいかな、まあ、そこでやってらっしゃる方があります。それで、リンクという皆さんも読みましたね。で、わからないでしょ。それをみんなで勉強しようって、ね、最初は、今は読んで勉強中ですけど、もうちょっとディスカッション、そしたらスカイプとか使って、オーストラリアで、シンガポールシンガポールでもどこでも一緒にディスカッションできるからいいかなと思ってますね。で、今年はそれをもうちょっと発展させて、充実させて、エクセルのその C プログラムっていうのをね、皆さんなんかよく正体がわからないと思ってる人が多いと思うんででも私はエクセルの一番いいところはそこだと思うんですよね。木でも種から始まって成長して、そして木の目的っていうのはね、フルーツをね、作り出して人に与えることなんですよ。だからエクセルの場合も皆さんはそれぞれお金持ちになろうと何であろうと構いませんけれども、その目的っていうのはそこから与えてね、他の人々がねハッピーになるのを手伝うことだと私は思ってるんですね。だからそのエクセルの一番大切なその本業のところをね、少し発展させることができればなと